どうこちゃそうです。はい、というわけで今回はですね、私の最も尊敬する絵師、そして僕が関わっている絵師さんたちの中で、まあ、3本の指に入るぐらい仲のいい絵師さん、アメニキですね。今回はね、このアメニキにみんながね、こう普段聞いてみたいこと、やっぱりね、あると思うんですよね。ですがまあ、僕の動画で知っているように、アメニキかなり怖いので、みんなね、結構怖くてなかなかアメニキに質問できないと思うので、今回僕ね、いつもみんなにお世話になってるので、私が犠牲となり、皆さんがアメニキに聞きたいことを代わりに聞いてきましたよ。まあ、僕一人の犠牲で済むなら安いものです。いや、安くない。めっちゃ高い。というわけで皆さんから募集した質問を何個かアメニキに答えてもらったので見ていきましょう。そして今回はね、アメニキが声出し NG なので、アメニキの声にね、できるだけ近い、自動音声ソフトナンバーセブンちゃんにアメニキの代わりに声を担当してもらいたいと思います。アメニキ様のお役に立てるよう頑張ります。はい、くれぐれもしくじったら怒られるのは僕なのでよろしくお願いします。ソータさんに一言お願いします。これね、後で考えておきますって言われて結局来ませんでした。まあ、つまり、そういうことなんでしょうね。最近ハマってるコンビニスイーツとかありますか？スイーツはあんまり食べません。絵のアイデアってパッて思いつきますか？また思いつかない時はスランプの時はどうしてますか？パッと思いつくことあるんですけど、そういうのって大抵うまく描けないんですよね。好きな絵師さんの絵とか見てると、この表現使いたいな、みたいになる時があるので、そうなったら描きます。いつから絵を描き始めて、かれこれ何年になりますか？気づいたら描いてた。参考にしている絵師さんは誰ですか？1枚何時間くらいかかりますか？まだありますが、この2点でお聞きしたいです。桃子先生、アンミ先生、ルルド先生、ミカピカゾ先生などなど、手の込んだ絵は10時間ちょっと、スランプの時は100時間くらいかけて描いちゃった。線画に使ってるペンと色塗りに使ってるペンを教えていただきたいです。お願いします。線画は G ペンソフト、下塗りは G ペンハード、影とハイライトとかはフェード水彩。絵描きたくない、ネタがない時期は紙絵師でもあったんでしょうか？めちゃくちゃ疲れてる時と嫌なことがあった時ですかね。つまり面倒いとかの理由で直接絵に関係してるものはないですね。暇なら描くので、ネタがない時、そりゃあります。ソータさんの第一印象と今の印象はどんな感じですか？第一印象は絵師さんの絵を褒めちぎる YouTuber、認知はしてました。初めて動画見た時、おもろくて一人で笑ってた。今の印象は酒ばっか飲んでる。私と話してる時も酒ばっか飲んでる。そろそろ一発食らわせてやろうかと思ってます。構図の決め方を教えてください。頭の位置は好きな絵師さんの見て私もこうしよう、ってやります。それ以外は自分で考えて書き足します。あとは斉藤直樹先生が構図の決め方出してたんで、それも参考にしたりしてます。どうしたらフォロワー様が増えますか？私もなんでこんな伸びたかわからないです。描きたいの描いてたら伸びました。あとはソータさんが拡散してくれました。モチベの上げ方とか知りたいです。モチベって何ですか？髪の塗り方とか、これ髪じゃなくて髪ですね。髪の塗り方とか服のシワなど細かいところで意識してるところを聞きたいです。各キャラによって違いますね。この子は透明感、この子はリアル感、など。服のシワなどはまず不自然でないこと、資料はめっちゃ見ます。ただし、リアルすぎるとカチカチになっちゃって、服だけリアルで顔がアニメっぽくなっちゃったりします。それだと逆に不自然になるので、そうならないようにほどほどにリアル精神が大事だと思います。最初の方の投稿ってどんな気持ちで投稿しましたか？自分のメディア欄を綺麗な絵でいっぱいにしたいと思って投稿しました。この時から自分のことしか考えてなかったですね。ある意味、欲望に忠実で、思考的にはしっかりアーティストですね。書いてて楽しいところなど聞きたいです。顔面です。いつからソータさんとの絡みが知りたいです。画力ビフォーアフターの動画の時です。ちなみにソータさんは自信満々に言ってましたが、ウルトラ間違ってました。おすすめの練習方法教えてほしいです。クロッキーと模写とトレースの練習。なおトレースは10枚くらいやったけど何も変化なかったです。じゃあなんで今おすすめの練習にトレース入れたんだ？結婚してください。 iPad とベッドと結婚してるのでごめんなさい。名前の由来って何ですか？アメモチの AME は何でつけたか思い出せなくて、モチの部分はなんか神絵師の人たちって名前にモチが入ってる人多くねって思ったから結構適当なんですね。はい、ということで今回はこんな感じでアメモチさんに質問答えていただきました。ありがとうございました。まあ今回奇跡的に悪いところあんまりなかったんじゃないですか？以上、今回はありがとうございました。